キットのマニホールド取り付け部分です。実車は同じ方向に平行四辺形が並んでいますね。どうするか迷いましたが、せっかくなので実車のようにしてみます。12気筒、エンジン側に1ミリプラ板で12個作って接着しました。キットのエキゾーストパイプとしっかりピッチを合うようにしました。つけてみます。この大きさなので、実車通りマニホールド側の接合部分も作ります。 0.5 ミリプラ板で12個切ります。予備も少し作っておきます。4個だけ穴を開けておきました。ごく少量の瞬間接着剤をつけてエンジン側につけていきます。12個つけました。仮固定して次は瞬間接着パテでエンジン側につかないように接着します。固まったので外していきます。仮固定した隙間にカッターを少しずつ入れます。どこかでパキッと外れます。やりにくいのでエンジン上側だけでやります。あ、あら、それ本気？ここはエンジン側が1個外れてしまいました。この大きな16分の1サイズだからできたという感じですね。
尖った角を切っていきます。なんとか合いました。12気筒。他の部分に当たらないか確認します。3ミリのプラパイプを使いました。ブロック側のディティールも足していきます。白で見づらいですね。サフを拭きます。意味がないですが、穴を開けたくなりました。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもお気軽にどうぞ。